何か分かったら連絡。
探しの皆様、ウェルカーム。本日はどのようなご用件かしら。劣化について詳しいって聞いたんだけど、突っ込んだアドバイスもらえたりする？劣化ですって？あら、そんなアドバイス求められるのは久しぶりよ。それじゃ逆に聞くけど、あなた劣化についてはどのくらいご存知なの？劣化が周囲にどんな影響を与えるかは知ってるけど、それ以上はあんまり。劣化というものはね、接触した生物を蝕み衰弱させる腐食性の強いエネルギーなの。形態は緑色の微粒子で空中を漂っているわ。そしてそれに長時間さらされていると死に至ることもあるのよ。生命を活性化させる純粋なエネルギーであるマナとは対をなすものね。劣化のそもそもの起源はよく分かっていないのだけど、昔から存在はしてたみたいね。でも近頃遭遇する劣化の多くは30年前のアナテマ宮殿で起きた反乱に端を発したものよ。でも劣化って生物に感染して殺す以外にも、もっとヤバい能力はあるんじゃなかった？よく知ってるわね。最近の話だけど、劣化によって死んだ生物が蘇って周囲に危害を及ぼす事例が報告されてるの。緑色に光る目が特徴的な、それはスペクターと呼ばれているわ。あ、またこれが厄介なやつなのよ。特に劣化の濃い場所に作ってるのね。アナテマでも見たことあるんじゃないの？向こうのウルスカン大地とそこの森は劣化濃度が高いの知ってる？あれってきちんとした浄化作業が進んでないからなの。浄化作業？劣化って人為的に除去できるものなんですか？可能よ。女帝ダリアが御在位の時代には行われていたわ。でもその方法は女帝がお姿を消すとともに失われてしまったの。今や残された断片的な技術を最大限駆使しつつ、かろうじて劣化の拡散を食い止めているという状況なのよね。これで多少は理解を深められたかしら。だけどこんなこと何のために知りたいの？治安兵団の依頼でいろいろ調査してるのよ。その一環として宮殿内を探索する必要があるから、劣化に対しての知識は必須なの。宮殿の中に入るつもり？分かってると思うけど、宮殿内部の劣化濃度は半端ないわよ。私のポーションじゃ効果不足。でもウルスカン村に行けば何かいい解決策があるかも。ウルスカン村？そう、流れの傭兵が話してたのを聞いたことがあるのよ。疫病の森の隣に孤立した村があって、そこは荒れ狂う劣化に包まれてるっていうのに、住民は普通に暮らしてるんですって。そんなところで人は生きていけるんですか？詳しいことは分かんないのよね。でもどうやらそこの住民は人体への劣化の悪影響を緩和する手段を見つけたっぽいのよね。その場所を地図に記しとくわね。あとこれを持っていきなさい。役に立ちそうな基本のポーションと傭兵の紋章よ。これは休職中の傭兵の目印なの。好きなことして死んだ私の昔の恋人のだけどね。彼女稼いだら稼いだだけ飲んで酔って橋から落ちてばっかりいたろくでなしだったけど、こいつが役に立つんなら喜ぶんじゃないかしら。とにかくこれがあればウルスカンの村人に怪しまれることはないはずよ。あの村は部外者を警戒しがちだけど、流れの傭兵は村の助けになるんで歓迎されるって聞いてるわ。ありがとう、有効に利用させてもらうわ。どういたしまして。あなたのような人がいるおかげで私たちの商売は成り立ってるんですもんね。
ちょっと前にこの設計図の束を預かってたのよね。浮遊オービター2体引き連れた激カワウサ娘によろしくってことだったけど、どう見てもあなたのことだわね。ああ、私のことをそんな風に表現する人物なんて一人しか思いつかないし。あっと、ありがとう。感謝するわ。いらっしゃい。ちょうどいいもの入荷したよ。ご贔屓してくれて感謝してる。うん、大変世話になったな。せめてもの気持ちとして贈り物を受け取ってほしい。いらっしゃい。何かお探しかしら。冒険で役立つわよ。あ、忘れないうちにこれ持ってってね。日頃のご愛好に感謝してお得意様へささやかなプレゼントよ。お役に立つといいんだけど。何の設計図ですか？どうやら改造モッド用の設計メモみたいね。一緒にメモが添えられてたわ。先日はエーテル石の再稼働成功にはしゃいでしまって、これを渡すのを失念していたよですって。アストラルギアがあればこの改造指示書を理解することも容易だろうね。これでオービターに新機能を搭載できるよ。頑張ってね。適当な思いつきを書き殴ったような紙ペラの束だけ渡して、あとは人任せって。ま、パパらしいけど。それにしてもひどい乱筆ですこと。暴れ馬に追われながら書いたと言われても信じてしまいますわ。もしや天才が天才たるには、下手くそな文字を書く才能も必須ですの。なるほどなるほど。オッケー、バッチリ理解できた。じゃあどこか適当な場所見つけてとっとと改造しちゃおうか。ああ、ええ、依存は。ってちょっとお待ちなさいな。あの指示書の束をもう全部読み込んでおしまいになったの？本当にきちんと理解されてるんでしょうね。完了っと。またいいとも簡単に。まったく、あなた方親子の腕前といったら言葉もありませんわ。その技量と引き換えに暗黒神に魂を売ったりしてませんわよね。へえ、インターフェースディスプレイに新しいチャージゲージが増えたみたいですね。コア拡張システムと呼ばれるものよ。戦闘中に放出されたエネルギーを新しい補助モジュールが回収し、それによってこちらの攻撃力と防御力の相乗効果を生むんだってさ。
効率的ですわね。うわあ、早く試してみたいです。パパの仕事ぶりにはいつだって驚かされちゃうわね。このシステムも多分簡単に習得できるでしょう。森ですね。その分薄気味の悪さもやばいわね。急ぎますわよ。あと少しで到着ですわ。Thank you.
ここがウルスカン村ね。劣化の濃度はひどいのに、そこまで気分は悪くありませんわね。 CC のポーションのおかげですかしら。村の皆さん、変なマスクつけてますね。あれが劣化対策なんでしょうか。聞いてみましょう。すいません。あ、傭兵ではないか。はい。私のことはアントンと呼んでくれたまえ。この村で医師をやっておる。我々は君らを待ちわびていたのだ。今回の仕事がどれほど厳しいかは分かっている。多少の犠牲も免れぬだろう。それでも君らはここに来てくれた。この困難な任務をなすために。そうだろう。え、ああ、はい、そうそう、そのために来たのよ。これが最後のチャンスやもしれぬ。あの変異した羊花が花粉を放出し始めれば、劣化の濃度は急激に高まり、しばらくは森に立ち入ることもできまい。羊花、変異した花。私たちは何をすればいいの？改めて説明してよ。疫病の森に踏み込み、羊花の群れを統率するマルファージの心臓を回収するのだ。マルファージの心臓からは強力な解毒剤を生成することができる。それさえあれば、この村はあと数年は持ちこたえられよう。さらにマルファージを倒すことで、奴が生み出した花も枯れる。さすれば劣化の度合いもかなり和らぎ、しばらくは安定するだろう。少なくともまた、あ、いや、なんでもない。ここから東に進めば疫病の森だ。急いでくれたまえ。帰り道で待っているぞ。惑わされるな。
マルファージは単なる劣化生物に過ぎぬ。ん？気にするな、ただの独り言だ。植物は全部変異体ですね。劣化の影響でしょうか。そうですわ。 CC さんがおっしゃっていた通り、劣化は全ての生物に害を与えます。植物、動物、そして魔界にも。劣化に侵された生物は脆弱になり、やがて変異体となり果てると、劣化をさらに伝播させる媒介になるのですわ。そして始末の悪いことに、劣化によって命を奪われた者の中には、蘇ってスペクターとなる個体が確認されてますの。 CC の言ってたやつね。そのスペクターに自意識は残ってるのかしら。可能性はありますわね。本能に導かれるだけではなく、知的で計算高い行動を取ることが知られてますから。マナを経由して私たち魔界族がエッセンスを得るのと同様に、劣化はスペクターに対して似た効果を与えているのかもしれませんわね。聞くだけで鳥肌立っちゃいますよ。
危ない危ない。
遊ばせ、危険ですわよ。
ラジャWe'll be right back.
ねえ